西村特分は、宮崎県串間市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、野球解説者、評論家。千葉ロッテマリーンズとオリックスバファローズの両球団で、監督とコーチを務めた。現役時代のニックネームは、走る将軍。幼少期の西村は、地元、福島の方言で、お茶カロと言われるほどのいたずら好きな子供だったという。福島市立有明小学校には、 野球部が存在しなかったため、兄とキャッチボールで遊び、福島市立福島中学校に進学してから、本格的に野球を始めている。中学まではそれほど俊足ではなかったが、走り幅跳びでは、裸足で6メートル以上飛んだ。中学生から野球の練習に励み、1974年には、首相を務めて、当時宮崎県中学校体育連盟主催の、 県大会の会場となる完成直後の宮崎市営球場の小ラ落としの試合に逆転勝利、下のを皮切りに誤勝してこの大会で優勝している。宮崎県立福島高等学校進学後は1年生からベンチ入りし、総力などを高く評価されていた。しかし、厳しい練習やオートバイへの憧れから1年生の秋には一時退部もしている。一番打者、二塁手として活躍し、 二年生時の1976年には、春季九州大会県予選決勝に進むが、都の上校に赤敗。しかし同年夏の甲子園県予選は、決勝で日南校に完封勝利、第58回全国高等学校野球選手権、大会にチーム初出場を決める。大会では二回戦で、高田翔に乱打戦の末に敗退、西村も無安打に終わる。 翌1977年夏は準々決勝で、都の上昇に逆転負け、甲子園には届かなかった。高校卒業後も、西村は安定した就職先として、日本国有鉄道鹿児島鉄道管理局に入社し、鹿児島鉄道管理局野球部で野球を続けた。西村も業務と野球の両立に悩んでいたが、入社3年目の1980年にスカウトが、 視察に来ると、プロ入りを目指す。1981年のドラフト会議において、ロッテオリオンズ・ヤクルトスワローズ、南海ホークスから、それぞれ5位指名を受け、ロッテオリオンズへ入団した。1982年は9月に、大ーで、初出場し、その秋に、監督の山本和義、内野守備総類コーチの飯塚義弘から、瞬足をさらに活かすためにスイッチヒッターへの転向を、 進められる。周期キャンプから、川崎球場近くにあるホテルに、嘆き県外野守備コーチの高畑康島と泊まり込んで、猛練習に取り組み、1983年には、左打席でプロ初安打、5月には、初スタメン。1983年のシーズン後半には、井上陽一に代わりに類首として定着し、1984年には、初めて規定打席に到達する。 1985年には打率、311で9位となり、初タイトルのベストナインとゴールデングラブ賞を獲得、オフに結婚した。社会人時代の盗塁は数試合に1回程度だったが、1986年から1989年まで4年連続で盗塁王を獲得した。一方で、1987年5月4日の、 海南海放汽戦で右手人差し指を骨折し、三塁手も経験した。1989年は選手会長に就任し、首相制度がなかった当時のロッテでチームのまとめ役となった。また、監督のありと道代の勧めで振り切る打撃を心がけるようになったという。しかし3月11日のオープン戦で右手有効骨を骨折し、4月18日に 除去手術を受けたために開幕から32試合を欠場した。5月27日の対西部ライオンズ戦で復帰したが、この間に水上義を上川誠治、森田義彦が校長だったため、中堅守にコンバートされ、囲碁が野手が多くなるが、通るようになり、打率も3割近くの成績を残した。1990年3月21日の、 オープン戦で右太ももの肉離れ、5月17日には、左足首の捻挫などの負傷で、投類数が減ったが、打率。338でパリーグ史上初となる両、内打者での首位打者となる。中堅守として、ベスト9ゴールデングラブ賞を獲得し、パリーグで、内野、外野の両方で、ゴールデングラブ賞を初めて獲得した選手となる。 1992年4月9日に西村の所有する千葉マリンスタジアムのシーズンシートを千葉市に寄付し、福祉施設の子供が招待されるようになった。1995年5月9日の対日本ハムファイターズ戦を風神で欠場し、西村の代わりに起用された諸角健二が4アンダーを打ったこと契機に書籍の出番が増え、1996年には書籍が、 中堅守のレギュラーとなる。1997年は選手登録されていたものの、シーズンを通じて二軍で若手の指導に当たり、同年で現役引退を表明。10月12日のシーズン最終戦が西村の引退試合となり、外野席にはファンが作成したダイヤモンドのスピードランナーシップのように行け、走れ、西村、16年間ありがとう。 という横断幕が掲げられた。1998年は1軍、内野守備ソウルイコーチを務めた。1999年は1軍、外野守備ソウルイコーチに転任し、その後は2軍外野守備ソウルイコーチなどを務めた。2004年に、ボビー・バレンタインが監督に就任すると1、軍ヘッド兼外野守備ソウルイコーチに配置転換された。選手とのパイプ役として信頼され、 バレンタインがシーズン後に帰国した際は監督代行を務めた。また西村は人望に優れて選手の信頼も厚く、2009年10月8日にはバレンタイン公認として2010年より監督に就任することが発表された。背番号はコーチ時代と同じ78となり、年俸5000万円で2年契約を結んでいる2010年は監督就任1年目として、 チームスローガンに和を掲げた。順位予想で、ロッテが最下位とみなす声が多い中で開幕戦こそ落としたものの、同開幕カードから4カード連続で勝ち越すなど、開幕から1ヶ月を経過しないうちに貯金を10に乗せる。後半戦に入ると、選手の疲労や離脱などで7連敗を喫し、8月4日には、審判への抗議で自身初の退場処分も受けた。 しかし、主力選手と個人面談を行った翌日から3連勝し、結果的にこの1日が、節目となって、シーズン最終戦に勝利して3位を確保し、3年ぶりのクライマックスシリーズ出場を決めた。迎えたクライマックスシリーズでは、第1ステージ、第2ステージともに全試合が空いて取材試合ながら、勝ち抜き、日本プロ野球史上初となる、レギュラーシーズン3位、 同年の日本シリーズも4勝2敗一分。ちなみに監督就任1年目の日本一達成は、史上9人目、ロッテでは、湯浅貞夫以来60年ぶりの快挙となった。決出した選手が少なく故障者も多い中でチームを束ね、史上初めて、レギュラーシーズン3位から日本一を達成した業績が評価され、11月15日に、勝力松太郎賞を、 25日には新設された福島市民栄誉賞を受賞した。12月7日、野球伝道入り候補者名簿、プレイヤー部門に掲載された。2011年は優勝した、ソフトバンクに33.5ゲーム差、5位東北楽天ゴールデンイーグルス20ゲーム差をつけられて13年ぶりの最下位に終わった。2011年8月6日2012年は開幕4連勝し、 その後も6月には貯金を最大15として、首位を独走したが、7月以降は徐々に成績を落とし、9月には9連敗で最大で、借金後にまで落ち込んだ。2年連続再開こそは免れたが前年に続き、B クラスの5位に終わり、責任を取る形でシーズン終了をもって退任した。これにより、選手時代から31年間在籍し続けた。 チームを対談した。2013年より、産経スポーツ評論家、FOX スポーツジャパンベースボールセンター BS1 に、プロ野球中継の解説を務め、2014年より、吉本クリエイティブエージェンシー所属となった。また同年は、J スポーツのメジャーリーグ中継解説を務めた。2015年10月1日に、現役時代から進行がある、東京の福田一が翌年から、 オリックスバファローズの一軍監督を務めることが発表され、10月15日には西村が一軍ヘッドコーチに就任することが発表された。2016年は4年ぶりの再開に沈み、2017年、2018年も2年連続4位に、終わり、10月5日に福良の退任と翌シーズンより西村が監督に就任することが球団より発表された。 2019年は3年ぶりの再開に終わった。2020年も続投したが前年に続き、再開に低迷し、8月20日の西武戦で、今季4度目の4連敗で16勝33敗、4、分けとなり、試合終了後に監督を辞任。球団から辞任を要請されて承諾したものであり、事実上の解任と報じられている。二軍監督だった中島聡氏が、 監督代行を務め、主に1軍と2軍のコーチ陣を入れ替える、大きな配置転換が行われた。プロ入り後のスイッチヒッター転校時には、朝起きると指が痛くて開かないほどの素振りや、打撃練習を重ねて、左打ちを習得した。利き腕である右の方が腕力が強いため、左打ちで下からバットが出て、フライが出やすく、これを防ぐために、右手と左手を、 約2センチメートル離して、バットを押し出すなどの工夫を重ねている。こうした努力もあって、左打席に入ることで、内野安打を増やし、プロで通用する打撃を確立した。なお右と左では、高不調に差があり、どちらも校調を維持したのは1985年と1990年の2年、ぐらいだったという。また、毎年のキャンプ入り直後は、左打ちがうまく行えず、両、 打ちを維持するためには人一倍の練習が要求された。初級はストライクでも必ず見逃していたという。4年連続の盗塁王や通算363盗塁を記録するなど、特に盗塁に関してプロ野球史上有数の記録を残した。西村が盗塁で最重要視したのはスタートで平行にした右足を少し後に下げて、つま先をやや開いた状態から、 低重心で左足を右足に交錯させて一気にトップスピードに上げていた。この際に交錯が大きすぎるとバランスが崩れ小さすぎると加速が不十分だったという。技術に関しては球団から渡されたビデオテープを元に独学し、投類王を獲得してからは投類の判断を基本的に任されていた。投手の牽制球や捕手の配球についても研究しリードを広げて、 変化球の時に盗塁することを目指した。なお、スタートを失敗した際でも起類できるようになったことで、盗塁数が大きく増加している。スパイクシューズについては1988年頃まで、こだわりがないとコメントしていたが、チーム契約と異なる用具メーカーの製品を使用して、1986年から改良を重ねてきた。1989年からは、当時の平均よりも、 かなり軽い 200g のものを使用し、刃は 16mm のものに加えて、柔らかいグラウンド用に 19mm の長い刃も用意していた。ポストシーズン初記録説明の記録その他の記録、ありがとうございます。